どうも、キノコです。やってきましたムカキンサブアカ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は今現在ではまだイベント箇所を回しておらず、スタミナが溜まればこのような感じで特攻なしキャラでちまちま通常を弾きを削ってワイプを稼いでいるといった今日この頃です。ちなみに強敵を弾きの方はレベル4まで完了しました。今回のイベントラスト箇所にムカキンサブアカが参戦するかはまだ考え中ですが、万が一回すぞとなった時のためにワイプは頑張って貯めているなうです。今回のイベントは特攻キャラさえ揃っていれば攻略可能なのか、ラスト箇所さえ頑張って引けば13後期ゲットまでたどり着けるのか、自分だけだとやはりわからないので、これを見ている皆さんに意見がある方がいましたらぜひぜひコメント欄にてお書きください。ぜひぜひ参考にさせていただきます。というわけでニャンボコイン回していきましょう。この赤でのニャンボコインは相変わらずのダブル S 続きなため、一挙ここらでトリプルゼータが出てきて欲しいところ。さあ誰が出る。ああ、またもや WS、エンマ族の女王カイラです。ですけどおやおやちょっと待て、確か前回のマップイベントにて、各地ステージにいた WS のエンマさんをゲットしていたぞ。ということは、合成スタジオにてエンマと今出た女王カイラを合成できるではありませんか。なので早速合成していきましょう。女王カイラさん出会って10秒でお別れでございます。ありがとうございました。また会う日まで。おお、そして WS のエンマと WS の女王カイラを合成させることにより、トリプル S の闇エンマが爆誕しました。こいつの性能は今の環境ではもう輝くことはありませんが、こいつの技がプニナゾリ消しと今では珍しい面白い技を持っている、かつこのアカウントでは大量消し技を持っているキャラがまだいなく、強いて言うならごくツチノコくらいしかいなかったため、こいつがいれば星集めなども少しは楽になりそうですね。なのでスペシャルコインダブルゼータを2枚受け取ることができたので、早速回していきましょう。まだ強いキャラがそこまでいないサブアカくんですが、年に2回来るお帰りキャンペーンではそんな弱いアカウントでもスペシャルコインダブルゼータという超超神コインを受け取ることができるので本当に嬉しい限りでございます。ダブルゼータコインの中身のキャラ26体は全て私が持っていないキャラなので、連続で被らなさえしなければ勝利誰が出ても良いところ。さあ1枚目からは誰が出る。おお、1枚目からはダブルゼータのフリュドレッドが降臨。こいつは技がデカプニ4つを作り周囲弟子という無課金サブアカにはいなかった、とても万能な技を持つキャラなため、出てきてくれて普通に感謝感謝でございます。さあそして無課金サブアカ本日最後である2枚目。さあ2枚目のダブルゼータコインからは何が出る。うわーらーでさー。というわけで今日から始まったエヴァコラボスコアタやっていきましょう。今週のスコアタではいつものような面倒くさい敵のギミックはなく、エヴァンゲリオンのキャラを連れていくとスコアボーナスが加算されるというわけで、私はまだログインボーナスくんくらいしかエヴァキャラを持っていないため、スコアボーナスなしのいつものキャラでやっていきましょう。エヴァコラボを全く感じさせないスコアタの絵ですね。そしてなぜこのスコアタシーンをエンディング後に持ってきているかというと、ネラポレオンの隣に先ほどダブルゼータコインから出したフリュドレッドをゴリゴリ鎮座させているからです。ちなみに一番右にいるスコアアップのウミズモさんはちょっと前に配られた10連魔人コインの中から出てきてくれたキャラでございます。地味にまだ私はスコアアップキャラを持っていなかったため、普通に嬉しいでございます。さあフィーバーに入りましたら、いつもの通り無課金サブアカ御用達のバスキャラ2体を撃ち、今日の動画の主役であるフリュドレッドを撃っていきます。こいつは背面にあるデカプニを優先的に膨らましてくれるため、このようにうまいこと背面にフリュドレッドやメラポレオンのデカプニを作ることにより、このような感じでうまいことアタッカープニを膨らますことができます。このフリュドレッドの何がすごいかって、技位置の全く育てていない状態でも普通にそれなりに大きいデカプニを作ってくれるところです。あ、こいつはダメだった。それではあとは早送り。サンフィーバースコアタが終了しました。さあ果たしてスコア結果は。お、7億7千万。今のところの最高スコアですね。さすがはフリュドレッド。さあ気になる順位は。お、暫定1位。この調子で来週はプラチナリーグに行けるように順位を保っていきたいと思います。それでは。